はい、どうも皆さんやってまいりました、森ちんです。さあ、モンスターハンターフロンティアなんですけども、今週もやってまいりました。今週のここということで見ていきましょう。はい、今週はキュール外装がもらえるイベントだとか、カリウド祭の登録祭だとか、歌姫守衛戦新設の戦歌のショーでね、両断撃戦を頑張ったりだとか、シャルフ、シャルル、ゼーベイ、ルブナンとか、その辺のくじが再販されてますよみたいな、そんな感じとなっております。見ていきましょう。まずですね、今週の金曜日、9月7日の金曜日の19時から第28回開発運営レポートの生放送版ということで、マグネットスパイクの実機プレイ、なんかパーティープレイをしてくれるのかなとか、大型アップデートの最新情報をお届けということで、ダブルZのいろんな情報をね言ってくれるみたいなので、1時間の予定みたいなんでね、まあこれしっかりと見て、ね、情報確認してね、マグネットスパイクの多分装備の構成なんかもより固まってくるだろうしね、これ見ることによって固まってくるだろうから、皆様ぜひ見逃さないようにしてあげてください。僕もしっかりとね、まとめみたいな動画出してみようかなとは思ってますけれども、ということで続いて、PV 公開記念ということで、 WZ リツイートキャンペーンってのが以前からね、行われているんですけれども、運営さんの公式ツイッターの方で MHF リツイートプレゼントってツイッター、このタグがついたツイートをリツイートしたら T シャツが当たるかもしれないよみたいな、フォローしてリツイートすると当たるかもしれないよっていうことなんでね、ぜひぜひご参加のほどよろしくお願いします。そして夏はまだ終わらない、フォーエバーサマーメモリーズということでね、キュール外装がもらえるクエストが2週間限定で開催されてますけれども、僕も早速動画出したんですけれども、まあこの水着の外装ね結構いいかなと思いますんでね、結構クエストが謎な感じになってるんですが、まあその辺はいろんな情報を見て、普通にもうあれですよ、自力で解こうなんて思わない方がいいですよ。これまるっきり分かんないんで、マジで意味が分かんないんで、解くだけ無駄なんでね、これは普通に見てやった方がいいと思います。そして第128回カリウド祭の登録祭が始まりました。先週報奨祭だった気がするんですけどね、もう登録祭が始まったということで、今回は証と熱気が2倍で、デュアシリーズの残りの武器種が来たってことでいいのかな。性能がこちらですね、片手剣がこんな感じ、攻撃力785、強属性1100、リーチ長の天雷強化ということで、続いて体験がこんな感じですね。で、狩猟笛と、ガンランスとヘビーボーガンとっていうことで、まあヘビーボーガン普通にね、この貫通弾が撃てるのはまあまあまあいいんじゃないかなって思いますんで、まあデュアシリーズね、なかなか天雷強化は荷積みしないとあんまり意味がないっていうのでね、作った人あんまりいないかなと思うんですが、まあ一応ね、これで全部機種出てくれたのかな、なのでまあこれで選び放題だよっていう感じでございます。そして歌姫守衛戦新設の戦歌の賞来ました。今回はまあいろいろあったんですけども、歌紡ぎ Z シリーズがね今回実装されるよっていうことで、今回発動できる機種はこんな感じとなっております。まあ大方の予想通りというか、なんというか、まあ大体こんな感じになるだろうなって思ったのが来たんですけれども、そして、迎撃戦のクエストがこんな感じですよということで、まあとりあえず全部消化してね、初回クリアボーナスをもらうでもいいし、日替わりで来てるこの挑戦だけをやるでもいいし、全然挑戦回れる人は挑戦回るのが一番うまいですから、で転移の素材ももらえますし、そろそろね挑戦後来てほしいなって個人的には思ってるんだけど、まあ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 、なんかダブル Z あたりになったら来るんじゃないかなと思ってますが、で今回は新しく、双剣と弓が、ね、追加された、祈り歌武器に追加されたのと、交換できるアイテムのところで歌向かいの調べの方でリカンテ解放剣 D ってのと、歌紡ぎの布がね交換できるよっていうことで、まあ今回は歌紡ぎの布3枚ね、最大で3枚までですので、そういう3枚もらうっていう感じになるのかなと思いますが、祈り歌武器の性能を見ていきましょう。まず弓の性能がこちらですね、強属性1000の、ため4が拡散ですね、まあ、だから超近接弓を使いたい人なんかはいいんじゃないかなと思いますけれども、続いて双剣が毒双剣ですね、毒800の空毛めっちゃ長いよみたいな、そんな感じです。まあ那須双剣とどっちがいいのかって話になるかもしれないんですが、まあまあまあ、これもどっかで使いどころがあるんじゃないかなと思っております。そして歌紡ぎシリーズの性能がこちらでございます。はい、剣士がこちらですね。まあ僕の一押しは腕かな。
腕がめちゃめちゃ強いかなと思います。おそらくこれはトリド ZX と同じでスキル値になるかなと思うので、でしかも転移スキルがスキル枠拡張なので、今までね転移ナスの武器を使いたいって時に、まあ激物強化武器に入ってるじゃない。だけどトリド ZX の頭はね超強いから使いたい、でも激物強化入ってるからダブっちゃうっていうのがあったと思うんですが、この歌紡ぎの袖を使えば、まあそのスキル枠拡張で普通になんだ転移スキルが腐らないかなと思いますんでね、これ非常にいい防具なんじゃないかなというふうに思っております。そしてガンナーがこんな感じですね。まあ、ガンナーの方も非常に強い、この腰とかも普通にいいんじゃないかなって、空撃がしっかり入ってるんでね、いやーこれはね歌紡ぎはね確保しといた方がいい、 3V は取れるようにしといた方がいい。まあ、だから今回の調べ6つはね、あのこれ3つに交換ってのが一番いいんじゃないかなと思っております。そして公式狩猟大会が今回もやってきます。9月7日の金曜日の14時から9月10日の、月曜日の14時まで、今回は G 級ポカラドンでございます。一応なんか G 級モンスターのラストなのかな、なんかわかんないけど、ちょっとごめんなさい詳しくはわかんないんだけど、なんかそういうのを見たんですけど本当かどうか知らんけどね。ということで、僕が予想していたのは全然違ったんですけれども、で巨大魚杯の方は切れ味ドスハリマグロコンサバということで、今回の装備はですね、占有武器のみ、シジル使用不可、ゼナオトのあたりですね。なので、まあ、だから占有武器まだ持ってないっていう人は、しっかりと作っておくといいんじゃないかなと。まあセルレギオスの武器か、もしくはジンオーガの武器かのどちらかになるのかなと思ってるんですけど、まあどっちが正解なのかわかんないけどね。まあでも占有武器使うと早食いが発動するから、それでまあ支給品によってはなんかこう早食いでいろいろやったりとかもあるのかななんて思うんですけれども、今回も波乱の予感がいたしますね。ということで続いて今週のお得クエスト&ブースト情報見ていきましょう。装飾品を取り戻せっていうねイベントが帰ってきました。超ぶ玉、これは超回避と、それから激励コブですね、それが5ポイントずつ入ってる玉になっておりますので、まだ持ってないって方は4個ぐらいは確保しておいた方がいいんじゃないかなと。そして決意がいつも通り来ていて、逆襲ヒップ、逆襲ギザミ、逆襲強牢、それからコリニーと、天意の調査依頼のクエストはギアオルグとミドガロンですね、それから極星のミラボレアスのクエストと、ナルガとシャガルの占有防具強化計画 G 級両断部屋フロンティアクエスト、シシュデイリーと天意ヒップのねコモンが簡単に手に入るデイリーもありますので、こちらもしっかりと、そしてフィーチャーベポンこちらとなっておりますのでご確認ください。そして11周年記念イラストコンテストということでね、9月の12日の水曜日から10月の3日の水曜日まで、開催されるよということで、これ10周年の時も普通にやってたけどね、まあ、11周年記念、まあまあ毎年やればいいと思いますけれども、で、募集要項としましては、もうプロアマ問わず、もう普通にこの MHF をテーマとしたイラストを描いてくれよって、でそれで JPEG ですよ JPEG、 そして 3MB 以内で 1920×1200ピクセル 以内、縦横についてはもうこの中だったら大丈夫みたいなので、でカラーモノクロどっちでも OK ですよと。専用フォームにて必要事項を記載の上イラスト画像をアップロードしてくださいっていうことで、まあそうですね、メンバーサイトのトップにこうやってね掲載されるのは11月上旬を予定しているみたいなので、まあまあまあ一応こんな感じでいろいろ書いてありますので、イラスト投稿したい人はしっかりと読んで投稿してあげてください。僕は絵が描けないのでちょっとこれには参加できないんですけれども、この一番後ろにあるやつは去年の最優秀賞のやつですね。これすげえ良かったんでね、これ描いた人ね今年も描いてくれるのかななんてちょっと期待してるんですけれども、続いてステップアップくじにシャルフ、シャルル、ズイベイ、ルブナンがね再登場ということで、9月19日までとなっておりますので、2週間開催いつも通りですね、シャルフ、シャルル、ルブナン、ズイベイ、それからね金ピカのねその秘伝 EX くじも再販されたというか、まあ再販というか、まあまた販売されましたよって。でそれでハンターパス桜ってのがね今回出るようになってるみたいなんですけども、これでいけるクエストなんかはね後でまたしっかり見ようと思うんですが、それから先週から来てるディンスってのもね、9月19日までとなっておりますので、一つずつ性能を見ていこうと思います。まずはシャルフでございます。シャルフはですねスキルが全部同じですね、ただこの転移スキルが全部違うっていう感じなので、まあその風圧耳栓耐震とかの、まあその合法強化って言われるもの
を入れ替えで使ったりだとかっていうのもいいだろうし、まあ普通に防具として使うっていうのもありなんじゃないかなというふうに思います。続いてシャルルですね。あのボカロのあの曲じゃありませんよ、シャルルですよ。でこれはシャルルについては、まあ一点突破とか回帰とか入ってる部位ありますし、空撃なんかもね普通に入ってるので、引っかかってきたら引いてみるっていうのもいいんじゃないかなと思います。続いてルブナンですね。ルブナンについてはちょっとまあ昔の構成というか一昔前っぽい感じがするかなと。攻撃が5と一戦が3みたいな、そういう防具になっておりますので、まあそうですね、皮膚体の人、膚体まだ持ってないよって人はこれ結構重宝するんじゃないかなと思いますが、まあどうかな、まあ引っかかってきたら引くのが一番だと思います。続いてズイベイですけれども、ズイベイについてはちょっとね合戦どっちも入ってる部位ってのはないので、あまり活躍の場所はないんじゃないかなと。まあ本当にだってね、今負担持ってない人の構成なんかではね、防具に合撃と一戦が入ってないとやっぱり合戦の値がね足りなかったりとかってありますので、ちょっとこれはねなかなか厳しいんじゃないかななんては思ってますけれども。続いてディンスですね。ディンスについてはちょっと本当に剣士の頭がちょっと謎で、まあこれについてはあのカイファのあの腰で溜め短縮10入ってるから、秘伝で溜め短縮10入って20になって、でここの溜め威力10みたいな感じで使うこともできるんだろうけど、あんまりその溜め短縮と溜め威力が一緒になってないのはよろしくないのかななんて思ったんですが、まあでもね、あの普通に引っかかってくることもあると思います。でガンナーの頭はこれ普通に強いなと、空撃が入ってて音射が10になっておりますので、活躍の場も全然あるんじゃないかなと思います。ということで、でさっき言ってたハンターパス桜はね、秘伝で使う素材が取れるクエストに行けるよっていうことで、もうこれめちゃめちゃうまいので、まあどうなんだろうね、今はね道とかもあるんであんま困ってる人ってのはいないかなと思うんですが、まあまだ始めたばっかの人なんかは全然ね、特にでもやっぱり剣士の F 強化とか FX 強化のやつが一番うまいんじゃないかなって僕個人的には思ってるんですけども、これあの全部ハードコア素材なんでね、それが 5×なんですかこれみたいな感じでめちゃめちゃもらえるので、まあこれ普通にね、あの当たった人は活用してあげてください。そして、公認ネットカフェ9月キャンペーンということで、今月もやってまいりました。今回は最大12,000Nポイント、12時間で12,000Nポイント剥ぎ取り回数プラス1で、それからまあ GRP のクエストとかが来てるよみたいな、そんな感じですね。 12,000Nポイント、まあ真剣ガラティンとかダインスレイブとかの足しにしてあげたらいいんじゃないかなと思います。そして、お試し小判 G が毎週4枚もらえるイベント、今週もやっておりますので、来週で最後なのかな、今週が10週目となっておりますんでね、11週なったら44枚、すごいですね、こんなにもらえるなんて素晴らしい。でこのねお試し小判で1回引いたら出ましたみたいな人も結構いますのでね、あのやってみる価値は十分に十二分にあると思います。ということで今週はだいたいこんな感じでございます。まあそうですね、外装取って、であのちゃんと両断迎撃戦頑張って、あとはまあ自分強化みたいな、そんな感じがいいんじゃないかなと。イダテンとかも来ますのでそれもいいし、で生放送見てこうマグスパの装備をねいろいろ考えるのもありだし、でそれからね今週ねハンターライフコース90日以上登録キャンペーンがあったんですけれども、それの N ポイントが5000ポイントね多分もらえるようになってると思うので、まだもらってないって方はねガイドのところからしっかり受け取っておいてあげてください。ということで今週はこんな感じで、ご視聴ありがとうございました。次の動画でまたお会いしましょう。グッドバイバイバイ。